暇って本当に悪だなと思う。メンタルが落ちると掃除できないんだ。そのためにまずは床にあるものは全部捨てる。だよ。はい。今度こそ。はい。今度こそ。うん。メンタルが落ちた時に、どうしたらいいのか。メンタル落ちた時ね。はい。もうそろそろ本題に入んないと。そうですね。うん。本当に、散々みんなから、前振りが長いと。ああ、そうだね。本題いつなんだと。うん。もう3話ぐらい待たされてるんですよ。ああ、そうだね。そうです、そうです。でもね、やっぱりね、このあたし先輩と、はい。始まるの暗黒時代の話始まるんですか？メンタルが落ちていくと、はい、絶対的に始まるのは何かというと、何なんですか？やる気がそがれるんだよ。で、そうするとどうなるかっていうと、はい、絶対的に部屋が汚れていくんだ。ああ、掃除する気持ちが湧かないんですね。湧かない。湧かない。あのね、メンタル落ちた時って、はい、やっぱりね、暇な人って結構しんどいね。なんでですか？だよ。暇だから考えることがあるんだよ。はい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 。メンタル落ちる、暇、はい、やることない。はい。もう、考えることはもうダークネスワールド。ああ、なるほど。ネガティブワールドへどんどん引き、もう引きずり込まれてくる。ああ、そうなんだ、ね。だからそこをイノセントワールドに行かなきゃダメじゃん。お、ミスター・チルドレン出てきましたね。またどっかで会えるといいの。イノセントワールドだ、これ。イノセントワールドだ。だから、なんでハマってるんですか、ミスチル。桜井さんの。だって世代だから。ああ、そうなんすね。もう秩序のない現代にドロップキックだよ。いや、イノセントワールド。僕ね、本当思うけど、暇って本当に悪だなと思う。あ、どんどんネガティブなワールドに引きずり込まれていく、はいはいはい、暇だと。はいはいはい。だから、忙しくしてないと、絶対引きずり込まれるじゃん、はい。なるほど。そうなんですよね。うん。なんか別のことを考える。そう、あとはそう、熱中できるものを見つける。熱中できるもの。うん。ああ、そういうことですよね、うん。僕の先生はフィーバーするぐらい熱中できるものがないと。僕の先生がフィーバーする。うん。なんでダヨの先生がフィーバーするんですか？いやいや、そういうね、はい、やっぱ熱中する時代があったんだよ、昔ね。あ、そうなんですね。先生がフィーバーする熱中時代。熱中時代があったね。だから、本当にそういった意味で、メンタルが落ちたと思ったら、はい、絶対やらなきゃいけないことは何かというと、はい、床にあるものを全部捨てること。明確ですね。うん。メンタル落ちたら、はい、もうマイナスの思考になっちゃうから。はいはい、はい。で、暇だしやることないでしょ。はい。おそもどんどん引きずり込まれていくから。うん。もうそれ断ち切らないと。うん。そのためにまずは、床にあるものは全部捨てる。床にあるゴミはってこと？違う違う、でも全部。床にあるもの全部。あ、そうなんですね。脱ぎっぱなしの服とか。あ、服。はい。もう何もかも。あ、服とか多分。もう全部。やる気がないから散らかってると思います。もう絶対散らかってる。はい。うん。メンタルが落ちると掃除できないんだ。もう何とかしたいと思うのであれば。はい。もう思い切って45リットルのビニール袋開けて。はい。床にあるもの全部。ああ。ぐわーってもう全部捨てる。そうなんですね。うん。だからもうゴミとメンタルっていうのは。はい。もう直結してるんよ。ええー、ゴミとメンタル直結してる。直結してるよ。ゴミをスッキリさせたら、うん、心も幾分かは。軽くなるよ。ああ、そうなんですね。そう。絶対に軽くなるから。それは、うん、具体的だし、すぐできますね。いや、すぐできるよ。だから45秒ビニール開けて、はい。ぐわーってもう。もう全部入れる。全部入れる。床にあるもの、いるもの、いらないもの、関係ないもの。もう入れても捨てる。もうとにかく何もない状態にする。ああ。もうそれだけで少し軽くなるから。これ分かりやすいです。今落ち込んでる人で、うん、なんか散らかってるなっていう人は、もうこれすぐやってます。あ、もうすぐやる。今すぐやる。メンタル落ちてるなと思って、床見て床に汚れてたら、うん、もう床の上にあるもの、いるもの、いらないもの、関係ないもの全部捨てる。そうですね。全捨て。今やりました、今。今すぐ、はい。もう今すぐやらないと意味ないから。そうですね、そうですね。もうこれすごい重要だよ。そうなんですね。だからメンタルと床は直結してるからね。はい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 。うん、だって想像したらわかるじゃない、うん、メンタルやられちゃってさ、うん、もう部屋汚いじゃん。メンタルやられてる人って部屋汚いからね。はいはいはい。メンタルやられてる綺麗好きっていないんだよ。メンタルやられてる綺麗好きはいないんすね。うん。大王もかつてメンタルやられてた時あるじゃないですか。あるよ。あの時。だって汚部屋出身者だから。あ、そうなんすね。汚部屋出身者だからもう。いや、そうなんすね。お部屋の人の気持ちはよくわかる。あ、そうなんすね。片付けたこともないし。だから、メンタルが先にやられるのか、部屋が汚いからメンタルやられるのか、もうこれ卵か鶏かの話だ。そういうことですよね。うん、だから、大王は今だからわかるんですよね、うん。あの時って多分、その部屋も相当原因。いやだからもう、僕が一番ひどかったのは、はい。やっぱりね、離婚した後だよね。あ、そうなんすね。うん。どうなん？離婚する前の奥さんって、はい。すごい綺麗好きだったから。ああ、そうなんですね。だからいつも部屋がピカピカ。だけど、いなくなっちゃった。掃除する人がいない。どんどん、はい、もうゴミ屋敷。ゴミ屋敷になった。ゴミ屋敷になったって。すごかった。
だからやってはいけないことばっかりですよ。あ、そうなんですね。だってもう玄関からもう会社の段ボール、はい、書類が入った段ボール、はい、天井まで段ボール山積み。いや、それはすごいっすね。うん。いや、玄関に置くもんじゃないですもんね。そうそう。だって一番置いちゃいけないんだから。だから一番やっちゃいけないことだけをやってた。あ、玄関にもう紙類は絶対ダメだと思う。いや、紙類とかじゃなくて玄関に物置いちゃいけないんだ。あ、なるほど。それを段ボールが、はいはい。もう10パーぐらい山積みになってるの。もうしかも靴、下駄箱入れたことないから。あ、全部散乱、全部散乱。あ、そうなんですね。うん。だからその時本当に、はい、心が落ちてたよ。あ、そうなんですね。うん、すごい落ちた。部屋が汚いんじゃないの？もう家が汚いから。家が汚い。家が汚い。ただ不幸中の幸いは、はい、その時はもう仕事が忙しいから、家で料理をするっていう習慣がなかったから、生ゴミがないっていうのだけが唯一の救い。あ、じゃあ匂いとか大丈夫だったんですね。そうそうそう。コンビニの弁当とかも食べないから。あ、そういうことですね。あと大悟、忙しかったから、落ち込んでる暇はなかったんですね。落ち込んでる暇はないけど、はい、基本的に元気がないよね、はい。なるほど。メンタルが落ちる。元気がどんどん吸い取られてくる。そうそう。メンタルやられると、もう気が奪われていくから。はい、ああ、そうなんです、ね、元気はない。ああ、そう。しかもその時さ、はいはい、もうずっと寝れないから、睡眠薬飲んでたしね。ええー、そう。僕はもう睡眠薬8年間飲んでたから。あ、8年も ?8 年飲んでた。だから部屋が汚いから寝れないんだよ。でもそんな直結しないじゃん。部屋が汚いから、眠れないんだとかいう直結しないんだよ、その時は。今だから分かる。今だから分かる。今だから分かる。だって今やっちゃいけないことのオンパレードがその時やってたから。今タイムマシン乗って行って教えてあげたいよね。そうですね、あの時の台本に。お、本当に。お前それは全部ダメだぞ。全部ダメだぞって。もうダメなことしかやってないぞって。はいはいはい、はい。そうなんすね。もうトイレなんかも掃除したことないからさ、トイレももう本当汚いしね。いや。今、大悟がもう世界で1、2を争うぐらいトイレ掃除のこと話してるじゃないですか。はい。だけどやっぱり、ね、本当に、だから面白いよ。はい。やっちゃいけないことの、最上級のやつを全部やってたから。ああ、そう。最上級の、はい。惚れ方だよ。惚れ方どういうことなんですか？まあいいやつ、まあいいやつ。何なんですか？元ネタどこにあるんですか？最上級の惚れ方。マッチだよ。マッチなんですね。まあまあ、そんなことはい。だから本当にそれやっちゃいけないことの、はい。最上級のやっちゃいけないことを、すべてやってた。はい、やってたんですか、ね、やってた。本当にやってた。全部やってた。だからこそわかる。あの時は、うん、ゴミが原因で落ち込んでるし、そう。ゴミが原因で眠れなかったし。眠れなかったし。全部今だからわかる。わかる。そう。だから運気悪かったよ。どんな運気の状態だった？だから、うまくいかないんだよね。うまくいかない。うまくいかない。で、思い通りにならない。え、会社がとかそういう。あ、でもね。はい。まあ思い通りにならないって言ってても、はい、毎年ね、毎年毎年お店増やしてたから。あ、じゃあ経常利益みたいなのが上がってあ、そうそうそう。右肩上がりだったんですね。そうそうそう。いい感じしますよね。だけど、はい、仕事はうまくいってたんですね。いや、仕事、いや、本当だったらもっとうまくいってたと思う。はい、あ、なるほど。もっとうまくいってるはずが、なんか緩やかな右肩になってたんですね。そう。だから、僕があの時一番足りなかったものは何かというと、やっぱ感謝する心っていうのは全くなかったよね。だから、もう欠点にしか、悪いことしか目がいかなくて、うん、ね、ちょいちょいあるいいことに対しての感謝の思いっていうのが全然なかったよね。うん、うん、うん、うん。ね、悪いことにしかフォーカスしてないから、またかよ、みたいな、ムカつく、みたいな、許せないとか。だからそういうなんか、ちょいちょいあるいいことに対して、わあ、ありがたいな、とか、あ、これは感謝だよな、とか、そういう気持ちは皆無だったね。ああ、そうなんですね。うん、じゃあ、大悟からもう今よく言う感謝とかもうそういうの一切なかったんですね。いや、だからね、そういうのを教えてくれる人がいなかった。ああ、なるほど。うん。だからこういうのをなんで学校で教えてくれないのか。ああ、そうっすね。こういうの学校で教えないからおかしくなるの。はいはいはい。いや、大悟教えてるんじゃないかな。どうなんすかね教えてるんじゃないかな。いや、教えないでしょ。玄関に段ボール山積みとか。それは絶対教えない。ありがとうとごめんなさいの重要性だけ教わった気がしますね。だからもうちょっとちゃんと道徳の時間にね。そうですね、そうですね。教えてくれれば気がついたのになと思うよね。そうね。でもね、本当それも意味があるよなと思うよね。はい、後にこうやってスピーカーになるためにはやっぱりそういうね、経験をしておかないと、喋れないからね。そうですね。だから僕が喋ることってみんな自分が経験してることだから。そうですね。経験談を喋ってるだけだから。はいはいはい。だからそういった意味ではやっぱりそれを経験体験しなければならなかったってことだよね。そうですね。うん、いやー、すごい話でしたね。うん、あのメンタルを上げるためには、まずゴミを、うん。あ、まずゴミだね。はい、床のゴミを全部入れる。うん。全部まだまだ続くんだけどね。まあ今日はゴミ、もう、ファーストステップとして、まあ本当に、直結してるから、メンタルと。あ、そうなんですね。家とメンタルは直結してるから。大悟、これまだまだあるんですね。まだまだあるよ。めっちゃ楽しみじゃないですか。うん、ありがとうございます。このチャンネルでは皆様のメンタルを上げていく方法をお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。